じゃあ、まあ今回はドラゴンギアスの企画の説明ということで、マックスファクトリーのマックス渡辺さんと石井さんにお越しいただいたので、はい、いろいろとお話しいただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、そもそもドラゴンギアスの企画、うん、始まりは本当に古くて。そうですよね、すごい古いですよね、はいはい、僕も今回の企画のためにメールをちょっと漁ってみたんですけど、はい、2014年の2010年夏か秋ぐらいから企画ってスタートして、6年じゃないですか。6年前です。なんか日本で世界のボードゲームって、まあまあ、最近はだいぶ情報入ってくるようになってきましたけど、やっぱり少し前になればなるほど入ってこなくて、うん、で入ってきても大型のボードゲームってそんなに入ってきてないんですよ。なぜ、うん、子ども向けとか大人向けのボードゲームはいっぱい出てたんですね。ああなるほどね。でなんかフィギュアとかかっこいいなと思って、うん、でそのやっぱり調べていくと、やっぱりウォーハンマーっていう文化が本当にあるっていうの、そっから僕らも、うん、知ってたんですけど、そうなん、ね、知ってたんですけど、あ、こんなにやっぱりそのなんか盛り上がってるんだと。でしかもインディーズみたいなものもたくさん出てるんだと、でいうことを思って、これに日本人って全然参加してないんですねみたいなことを、まあ、アークライトさんとかから情報をもらってると、うん、まあ、日本人もゲーム作ってるんですけど、まだこんな大きなゲーム作ってないんですよという話を聞いて、それでアークライトさんと一緒に、そのエッセンにあるそう、ドイツのゲームショーですね、はい、シピールに行ったんですよ。その時に思ったことっていうのが、そのやっぱ SF の世界観とかロボットの世界観とかをやってるんですけど、うん、これって絶対日本人の方がうまいやと僕は思ったんです。日本人として、それは日本人のひいき目ですけど、やっぱりその日本の言った SF アニメとかそういうもののある程度のフォロワーっぽく見えたんですよ、僕としては。あれの多分マクロスっぽいことやりたいのかなとかまあいろいろ思ったんですよ。でこれはやっぱり日本人がやった方がオリジナリティがあるものは作れるんじゃないかという気持ちもすごく出て、なんとかこの企画を実現したいと。でもう一つはやっぱフィギュアが海外のものであるんですよ。海外のフィギュアもすごくいいんですよ、文化として。でもやっぱ僕日本人なんで、日本のフィギュアすごいぞと思ってたわけですよ、はい、でそういうゲームもない、これは なんかね悔しいなと思って、でアクレさんに何とかできませんかって言ったんですけど、アクレさんゲームは作れるとフィギュア作れないみたいな、まあ、そうですね、いう話があって、はい、なんか探してみますけど、とにかくただゲームだけ作ってみましょうかって言って、ボードゲームを当時川崎さんと一緒にボードゲームはデザインを作って、うんうんうん、僕も世界観を作って、いやでもねフィギュア作んなかったこと面白くないですよねってことでちょっとモニョモニョってなって、ちょっとフェードアウト気味になってたんですよ ね, そ, うですね。それでしばらくなんか 1,2 年 寝てた気がします。それで塩漬けになってたんだ。3年ぐらい寝てましたね、うん、今調べてみると、はい、その当時ってボードゲームの今のようなブーム、日本におけるブームってなかったんでしょ、まあ、なかったです ね、まあ、その前だよね。明確に僕も、うん、ボードゲームの開発の担当部署の人間なので覚えてますけど、うんうんうん、2014年とか本当に市場が小さくて、まあ、今でこそね、テレビとかでこう芸人さんとかが遊んでますみたいなことを言うようになってきて、こう世界も変わったなって感じなんですけど、2014年とかもうボードゲーム何すか、本当にね、来ると思って来ると思って、だって来る、めっちゃ先見の明があるわけじゃないですか。でボードゲーム来る、日本初のボードゲーム絶対来る、でフィギュア絶対、フィギュアボードゲーム来る、まあ、そうフィギュアボードゲームはまだね行けてないですけど、もう来ると思ってで騒いでたんですけど、やっぱりね、うん、なかなかこうチーム集まらない、みんなそういう世間がそうなってないから、まあ、当時の市場から言ってやっぱりフィギュアのメーカーさんにこう、うん、乗っていただくほどの感じじゃなかった、規模感がなかった、うん、正直、ね、まあマックスファクトリーさんに入っていただいたのも2017年からだったんですけど、はい、当時だって言うほどボードゲームも盛り上がってなかったと思うんで、うん、マックスファクトリーさんとして旨味がそれほどあったようには正直思えないところもあったんですけど、まあ、たまたまというか、うん、マックスファクトリーさんがウォーハンマーのキットをいろいろ、そうなんです、うん、2017年の春ですよね、うんはいうん、で衝撃で、あまりの衝撃でFacebook にもアップしたんですけど、うん、とにかくこんなものが世の中にあるっていうのがすごいこと、うんうん、そしてすげえ高いそして、はい、何より僕がこれを知らなかったっていうのはすごい、なんていうのかな、うん、こうじくじたるものがあって、うん、これやるでしょって話になったんだけどもう僕らとしては、うん、ボードゲームできねえっていうことですよ、うん、フィギュアやれっけどねえって言って、それこそ30年来の友人であるところのアークライトの福本社長に、うんまあ、
ちょっと飲みましょうみたいな、うん、こう今こういうことを考えててっていうことで話をしたところ、いや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 、こっちゃんね、こういうのがあるんだよっつって見せてくれたヘックスがドーンでかくて、うん、周りにこうなってて、うん、え、うん、いや実はさ、これさベースにしようかみたいな、そっからさですよ、うん、いやそれまで正直、うん、お相手がいなかったんですよ、我々、うん、ですよ、で塩漬けされてたんですよね、うん、はい、そうです、やっぱりそのフィギュアが、日本のフィギュアがこれ乗らないとやっぱ勝てないと思ってたんですよ、うん、なのでそのいやフィギュアやっぱパートナーがいないとこれはっていうことみんな空気になって、はい、だからなんかフィギュアなしでもやっちゃおうみたいなことにはならなかったんですよね、まあ、そうですね、やっぱ的を必ず何か敵が来るはずみたいな来たんですよ、来た来た来たでも本当に最初お聞きた時はもう本当なんか最大手じゃないですか、まあ、僕からするとね、そのクオリティも、うん、で、そうですね、いやえ、なんか逆にうまく言って残り物に僕じゃないですか、なぜそんなベストな方、例えばインディーズの方が誰か参加するとかいうイメージだってどちらかというと、まああってもなんかこう小さなメーカーさん、うん、インディーズのカレッジキットみたいなメーカーさんが参加してくれてよかったなぐらいの感じだったから、はい、なんでそんな大手の方が興味を持たれててっていうところで、ね、とはびっくりしました、でも最初来た時、うん、とにかくこれを見つけてしまったからにはウォハンがね、うん、そしたらこれやるしかないでしょって、うん、もうなんかプラモデルの世界っていうのがとってもこうもう歴史が古いので、うん、まあ、50年とかあるわけだからどうしてももうこういうものはこういう風に作る、うん、こんな風に塗ってこんな風に飾るとかも含めて、うんうん、ほぼほぼ出来上がっちゃってるんですよ。だけどウォーハンマーってそれをもの見事にこう無視してるじゃないですか。ちょっとマニアックな話になって恐縮なんですけど、うん、はい、僕も子供の頃はご多分に漏れずプラモデルを作ってた人間なんで、うん、あのマックスファクトリーの社員さんのブログも実は関係なく見てたんですよ、うんうん、でその時にまあだから日本はガンプラでどうやって動かすかっていう文化で進化してたのが、そうですね、ウォーハンマーのこのなんていうか組み立て方が独特すぎてすごいみたいなことで驚いてて、うん、あそういう視点で見るんだなって僕ら思ってたんですけども、うん、まあ、その辺がやっぱりプロから見たらすごかったわけですね。いやすごかったですよね、あの何から何までが新鮮で、うん、それがでももう歴史が40年もあって、うんうん、ね、でこれだけの成型品ができていて、しかもものすごいスピードでリリースされてるってことはかなり大きなマーケットがあるってことじゃないですか、うんはい、そうですね、あこれやらない手はないでしょうっていうところで、まあ実にいい感じでこうパズルがはまったわけですよねそうそうだって言ったらあるよっつって出すぜうちの社長がこうお願いしに行ったのかなと思ってまして、こう仲良しだからこうもう無理にお願いしたのかなぐらいの気分だったんですけど、あそうじゃないですよ、うんうん、僕の方からお話をして、うん、そしたらスッていう感じなのでじゃあもうベストの、うん、そうですね、組み合わせだったということですよね、はい、ある意味気合が入りすぎてねね、うん、なんかその見たことないものを作んなきゃ的な感じにどんどん、はい、そうそうそうです、正直こうミックスアップしてっちゃって、うん、はい、そう最初のうちのロボットのデザインとか、はい、もっともっと普通なんですよ、あそうだったかも、そう、あのいや渡辺さんはね途中にダメだとか言い出した記憶があってなんかやっぱり見たことのあるもんじゃダメだみたいな、で僕も確かにそうなんですよ、僕はあのラマシーンを本当お見せして、そうですね、はい、であの僕もやっぱりその単純に見たこともあるもんじゃダメだと思うんですけど、僕は絵描きじゃないし、はい、造形もできないので、あのラマシーンを見た時のやっぱ僕の感想は見たことがないものを見たと思ったんですよ、うん、で木の巨大な人形、はい、が動いてる木のロボットとか見たことないなってすごい気持ちがあって、うん、でこういう感覚をなんか再現できないかってことだけはプレゼンテーションしたんですね、でそこで なんかなるほどと思われてやっぱり出てきた時にやっぱりその流行りのもののやっぱり匂いがある、はいはい、違う違うって言って、僕はどちらかというと渡辺さんがね自問自答されてすごい作られてるイメージありました、そうですね、渡辺さん の, あの、うん、絵を描くペーターさんとの、うん、あの更新の、うん、頻繁さがすごかったですよね、うん、ほとんど覚えてないですよただね、うん、何か新しいものっていう意味で言うのであれば既視感のないものっていうので、うん、最初に彼が
出してきたものっていうのは、うんうん、見たことないけど全然かっこよくないっていうのが結構あって、うん、でもう一方こうアシスタント的な感じで絵を描いてくれた人がもう実にもう見たことあるようなものをガンガン描いていって、うん、ってずっと悩んでて、そうそこで悩んでました、うん、あこれあるけどあれ系だけどかっこいいけどどうしようみたいな、そうそうそう単純にかっこいいのじゃダメだよねっていう空気はあったじゃないですか、うんうんうん、そうそうなんですよ、ね、でまあそうこうするうちにどこの要するに国をターゲットにするんだみたいな話になった時に、うんうん、日本では実はないよねという話になりましたよね、うんうんうん、そうで中国かな、うん、アメリカかなっていう話になった時にそっちの人たちが、うん、これぞ日本だなと言ってくれるものを欲しいよねって言って、それも随分グダ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 話をしたじゃないですか、あの鳥居とか出てきた時、そうなんですよ、鳥居って本当誰が言い出したんですかね僕ではないと思いますよ、中で、あそうですか、なんかね言葉だけは出したかもしれないです、なんかそんな印象はなくて、うん、でもとにかく鳥居が出てきた時に多分僕は言ったとしても忘れてて、物になった瞬間なんだこれはっていうやっぱり思って、そうですよね、うん、逆にビビったというか恐れ多くてちょっとビビってどうしようと思うぐらいインパクトがあったというところがありますですよ、うん、とにかくじゃあ鳥居つけてみようって言ったらドーンって背中に斜めにドーン生えてきたわけですよ、うん、でもそのインパクトたるや、うんうん、これは面白いよねってなってお見せして、うん、そっからはみんなこれいいじゃないって話に、そうそうそう、あいいんだねっていうことになって、そっからですよね、うん、中国で取り入ってどう受け止められるんだろうとか、こうなんかこうね歴史的に嫌われてたりすると良くないからみたいなこと、台湾がダメですとか言われたらやめようみたいな話だったじゃないですか、そうそう、やっぱいろいろとね、そのやっぱ 中、はい、中国にアニメを輸出してる時に鳥居の処理がどうなってるのかみたいな噂も聞いてたので、うん、本当に大丈夫かなみたいな調べましたよね、うん、まあでも大丈夫そうか、そうそう、非常に好意的に、うん、見られているものであるということだったので、うん、だったらこれ行きますかということであそこからある意味鳥居がついた時点で加速しましたよね、うん、あそうですね、見えたって、うん、イエスは見えたなって感じですね、じゃあこの方向で行くんだよねって感じでした、うん、そう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 、でドラゴンの方に関して言うと、うん、まあ、とにかく正直一番おいしい時期の一番おいしい人に声をかけられたんですよはい、よくぞ本当に彼に巡り合えたなってところで、うん、実際素晴らしいじゃないですか、はい、素晴らしいですね、まあ、ツイッターとか見てても高木さんのフィギュアがこんだけついててこんだけの値段だったらもう全然それだけで価値があるみたいなツイートも見たりしました、ね、嬉しいですね、見てる人はそういうところ見てるんだなっていう、うん、彼も本当に忙しい、いわゆるプロの造形師さんなんで、うんうん、時間はかかるけどもそれでよければって言って受けてくれて、うんうん、まあでも乗ってくれてるんですよね、すごくいいので、うん、はい、描いてくれたので、ただデザインじゃなくて造形、うん、しかもポーズまで何も何もだから、はい、素晴らしいです、こんな男な人がいないよっていうそうそう、普通だったらそれ無理じゃないですか、うん、デザイン画を描いてくれて、はい、ね、造形師にうんなんてんだけど、うんうん、もうそれが一切ない、いきなり立体のね提案ですからね、そうなんです、あできてるなんかリアリティとあと怖さがすごかったですね、ドラゴン系は。そうですね、なんか生理的にやっぱり人間が怖がるものをっていうのを思って、やっぱりドラゴンって圧倒的じゃないといけないなと思って、うん、で言ったらその騎士たちも強くないといけないけど、もう逃げ出したくなるぐらいの怖さっていうのが欲しいみたいなことはもう世界観があったので、でも完全に想像を超えてるんですよ怖さが、うんうん、これ本当に僕も逃げ出すわっていうもちろん怖がりから逃げ出すんですけど、想像以上のそのなんだろう、生理的な怖さを表していただいたっていうのは本当に感服しました。それこそ原作の世界観あって、うん、本当にある意味ひどい世界じゃないですか、うんうん、もう何の救いもない話、はい、でもだからこそそういう世界だからこそ人間はこうね、うん、自分たちを鍛え上げて最後の望みに向かっていくんだよっていう話なので、うんうん、そのまさに生理的、うん、だからもう無理って、うん、あいつ来たら、うん、あ無理ってなるようなやつじゃないといけなくて、うんうん、でその無理っていうのもただただぐちゃぐちゃだとダメだよねっていう話を高木君としていて、見たことある形っていうのは大事にしようよっていうところで、
あの実際に地球上にいる生物を一つはコアにしているんですよ、うんうん、例えばなるほどそう、うん、あゴリラだと、うんはい、あどう見てもゴリラだ、うん、でもなんだあの腕はというものじゃないですか、はい、で顔が全然間違いなく言うこと聞いてくれる、うん、そうな顔意思疎通ができない顔のゴリラなんで、はい、無理だなみたいなハイエナもそれこそ馬も、うん、全部こう見たことのあるものが入ってるんだけど、うん、だからこそ怖いっていう、うんはい、いわゆるなんかこうむちゃ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 したような、うんうん、そういうのではないのにしようねっていうところはあったので、うんうん、そこはフィギュアとしての魅力にもつながったのでよかったかなと思いますね、うんうん、スタートしてから結構時間かかりましたけど、はい、あの分割されたやつが出てきた時はもう本当に素人ながら感動しましたね、こうランナーの、はい、ああそうですよねあすごいと思って、うん、いや実際あまだ組まれてないですか組んでないです組んでないですぜひ、まだ持って帰ってないのでぜひとも組んでほしいんですけどえこれがこうなるのっていう、うん、あこういう分割なのっていうのも含めて、うん、全く今までの日本のプラモデルの文脈にない分割をしてるんです、うん、絶対にパーツ数は多くしてはいけない、うんうんうん、だけども、彫刻の良さをスポイルしてもいけない、うんうん、それをウォーハンマーって徹底的に守ってるんですよ、うんうんうん、なんでこんな少ないパーツなのに、うんうんうん、こんなすごいのって、うんうんうん、ああいう感動をやっぱりドラゴンギアスのフィギュアには持ち込みたかったので、うん、そこは相当苦労しましたね。あのスタッフの方もみんなすごく盛り上がっててそんなやっぱりやったことがないその組み合わせとか、うんはい、発見が多いんでしょうね。とにかくもう一つ一つ言ってることがもう興奮してるんですよこのパーツのここがみたいなやっぱそのそれはやっぱ今までずっと作られてきた、ね、プラモデルとかそのフィギュア作られてきた人たちが今回もう何十年もやってたらやったことないんだよみたいな、うん、あの興奮度合いっていうのはあもう素人ねやっぱすごいことをやってるんだろうなっていうのはもう聞いてるだけで分かるっていうその空気は最高に。なので本当ね絶対これは買った方がいいと思います冗談抜き、うん、だってないんだもん、うんまあ、ないものは手に入れなきゃ、うん、ウォーハンマーを、うんまあ、知ってたわけじゃないですか、うん、それでまあゼロから取り組むわけじゃないですか、うんはい、正直こうこんぐらいのクオリティかなみたいな想像があったわけですけど、うん、全然ウォーハンマーと並んでウォーハンマーとはまた違うところで表現されてるんで、うんうんうん、すごいなと思って素直にあれは感動しました。いや、正直、ウォーハンマーに勝ててないところもいくつもあります、うん、僕らの目で見ると、うんうんうん、さすがに手慣れていて、うん、あの試行錯誤を繰り返して何年もやられてるメーカーにいきなりね、肩を並べることはできない、うん、これはしょうがない。でもねデザインであるとかそれこそなんだ世界観であるとか、うん、そういう部分に関して言うと、うん、勝ってる部分は結構あるんで、うん、多分ウォーハンマーのファンの人たちが手に取っても、うんうん、やるじゃないのぐらいのことは言ってくれるんじゃねえかなとは思ってるんですよね。逆にウォーハンマーの開発者とかファンの人たちの方が嬉しいかもしれないですね、うんうん、いやそうなってほしいんですよ実はそういう気持ちがすごい強くて、うんうんうん、そりゃそう思います、はい、なんだろうなウォーハンマーだけでいいの、うん、って思ってたんですよ。絶対対抗馬とか出てくれば、うんうん、その世界もっと面白くなるし、うんうん、まあ言うたらゲームなんだから、うん、駒として、うん、僕らの駒も、うんうん、ウォーハンマーで作ってくれていいじゃない、うんうんうん、ぐらいのつもりでいたの、うんうんはい、本当いよいよですね。そうですね、ようやく、うんね、マックスファクトリーさんに入っていただいたので2017年の春とかなので、うん、そうですね、そこから考えてももう3年ですからね。そうですね、もう3年近いですもんね。まあそのボードゲームってある程度ステイホームのものと連動するところもあるので、はいね、希望になればなっていうところありますよね、うん、形としてやっぱこういう、あとプラモデルも実はコロナで結構注目されてるっていう話を耳にします、うん、そうですそうです、うん、はい、はい、あのモデラーは機器としてあの部屋にこもって作ってますよ。あの、積んどいたプラモデルみんな今、はい、やってるわけですよ、はい、作ってるわけです一生懸命ね作る時間ができたってことですね。つまり、うん、フィギュアでボードゲームだともう今ぴったりといえばぴったりという、まあ、言うことなしですよねはい、皮肉な話ではありますけれど確かにゲーム作ってる側なので、うん、フィギュアの方にむしろ興味があってこうフィギュアの話をずっとしたんですけど、まあ、ゲームの話もあの見てる方向けに、さらっと説明させていただきますと、こってり言ってください
ゲームもあの2014年からあの川崎進さんっていうあの日本を代表するボードゲームデザイナーの方に作っていただいて、うん、あの実はゲームももう半年ぐらいです、もう原型はできちゃって、そっからそんなに実はあんまり変わってないんですね、うん、もうその当時から結構斬新で、うん、大きなフィギュアは、プロッティングで、小さいフィギュアはチェスや将棋のように思い通りに動かせて、2種類の動かし方でやるけど、小さいやつらは、補助的な動きしかできなくって、あくまでメインの勝負はプロットで決める、うん、あの大きいフィギュアでやるっていうところはもう全然変わってなくて、うん、そこはもう最初の石井さんの原作からそうでしたよね。そうですね、とにかくその1体の大きなドラゴンと、まあ、7体の騎士、うん、まあ、ロボットと騎士とドラゴン、最初はだから敵はドラゴンだけだったんですよ、うん、僕は設定した時、うん、でこちらが1体のロボットと7体の騎士でドラゴンを倒すやつできませんかって言った時に、やっぱり2人で同じ状態でやっぱ将棋みたいな形でやるとして、うん、ドラゴンにやっぱり7体の補助作れないかって話が来て、あ、それ面白いですね、やりましょうっていう、そのそうなると 50-50 になるから、ドラゴン側もできるから確かに面白いですねってなった時点 で、ね、もう決まっ、うんうん、その時点で決まったことからあんまブレてないです、ブレてないですよね、うん、僕がね、はい、一番やっぱり大きな興味を引いたのは、うん、でかいフィギュアがあるっていうところなんです、うんうん、実は、はいはい、あのウォーハンマーもこうちっちゃい兵士もわーいるじゃないですか、うんうんうん、あれだけだったらね、多分ね、僕そのこの話に乗らなかったかもしれない、うんうん、でかいフィギュアが素晴らしいんですよ、うんうん、特に、はい、これでかいの作れるじゃん、ロボットも作れるし、うん、ドラゴンも作れる、うん、言うことなすっていうところなんで、そうですね、はい、ロボットとドラゴンも両方出てきます、そうなんですよ。僕がちょっと懸念してたのは、あの川崎さんが作ってくださったのは14年だったので、うん、こう時間を経るに従って、うん、同じようなゲームが出ちゃうんじゃないかって思ってハラハラしてたところはあったんですけど、うんうんうん、まあ幸いにしてというか、うん、もう今2020年の今でもそんなゲームないので、あのあれなんて言ったらいいですかね、ヘックスが二重にある大型のヘックスでいいんですよね、用語ないですね、まあ、ね、大きなヘックス と ちっちゃなヘックスが隣接してるっていうものを見たときに、はい、僕もこれ 見たことがない、もちろんその海外の全てのボードも知らないですけど、見たことがないし、すごくオリジナリティがあるな、オリジナリティあります、ね、うん、オリジナリティがあるからこそ、なんか誰かがやってしまったらもう負けるなっていう怖さがあったんですけど、そうですね、はい、まあ、6年間誰もあの発明されなかったですね。よかったです、はい、一番乗りですね。一番ということは、これはドラギアスタイルという名前のゲームになってしかるべきですよね。そうですね。ですよね、はい、フィギュアが想像してたよりも全然立派になっていくので、うん、こうまあ、値段もその分ちょっと上がっていくだろうと、うん、なった時に1対1の2人専用のゲームだったんですけど、うん、それでこう1万いくらみたいな値段だとちょっとさすがにキャパシティが狭すぎるだろうっていうことで、ソロプレイモードと3、4人でも遊べるようにしようよっていうので、まあその辺はちょっと開発に時間かかりました、うん、なるほどね、そこでいわゆる変更を入れてるわけですね、まあ、1対1が面白いのはもう分かってたんですけど、もうじゃあ3、4人でも遊べるのとか、ソロプレイモードは今のご時世やっぱちょっと必要なんじゃないの、うん、みたいな、うん、そうですね、でもこのゲームでソロプレイってどうやるんだみたいなのには時間使いましたけど、うんうんうん、まあでもそのおかげでいいものになってると思うので、うん、ぜひ 3,4 人でやっても楽しいわけですね、うん、楽しいはずですけど、ね、はい、いや本当でも理想はね、本当にその巨大な敵をやっぱり何十人倒すみたいなことも世界観的にはできるのでそうですね、ね、それはもうどんどん拡張されていけばなんですけど、まあ夢は広がってはいます、うん、石井さんの設定ではドラゴンのさらに大きい種みたいなのが存在してて、うん、複数のロボットで倒すみたいな話もあったりするんで、燃えますねそれ。そうするとさらに大きなフィギュアが必要になってきます。そうですね。望むところですね。はい、いや本当にあの渡辺さんがそのショーのため見本で作った、はい、あのぐらいのやつをもうみんなで倒すぐらいの気持ちで恐ろしいこと言いましたねあれご家庭に届いたらやばいですへえ、そんぐらいこう、うん、いろいろ続きが出せればいいなと我々も思ってるので、ねえねえ出したいですよね、はい、ストーリーもいろいろ石井さんの中で
そうですね、もともとはこれボードゲームでありながらやっぱりドラマにもしたいなと思ってたんですね、うん、やっぱりそのすごく悲劇的じゃないですか、はい、でやっぱりこう一人の魔女絶対飼えない魔女を守る7人の騎士の物語っていうのはもう本当にドラマが生まれるので、その一つ の, そのチームにもうカメラをつけるだけでもアニメーションでも映画にもなるようなそういうものを作りたいなと思ってたんですね、うん、でそれがゲームになりやフィギュアになりドラマにもなるアニメにもなるみたいなものをと考えていたので、その世界観というのはすごく自分の中で大切にしていました。だからその、まあ、ゲームだとねやっぱりなかなかこうデジタルに勝つためにみたいなことを思うかもしれないですけどここでこいつ殺すのとか最後にこの魔女の魂を使って相打ちするかどうかみたいなこととかいろんなことを考えるときにそれが本当に生きてると思って感じるようなストーリーを作れればなって形で世界観を作ってきたということと、あとはやっぱりそのこのドラゴンとの対決って何十年何百年一度ドラゴンが攻めてくる、で何度も何度も今まであったということを考えるときにすごい歴史がある世界観ではあるんですね。そこでやっぱ渡辺さんに言われたときにそのもっと昔はどうだったのとかすごく言われて、それはやっぱりそのなんだろう、やっぱりその造形屋さんとしてはそのいやもっと他のバリエーション作れるのみたいな、そのこうもっと科学が発展してる時とかあったのとか、うん、すごくそれを聞かれたことがあってめっちゃ言ってましたよね。それね、で僕としてはとりあえず目の前のものを作りたいなっていう気持ちがあって、ちょっと待ってください、それをこれやりましょうみたいなことがすごく言われたんですけど、それはねあるのはあったんですよ僕の中で、うん、だからやっぱり言われて欲しいんだな、それが興味があるんだなってことはすごく嬉しくて、で今回ちょっと、クラウドファンディング用にサブストーリーみたいなのを書いたんですね、うん、でそこにはやっぱそのこれ渡辺さんは絶対喜ぶなと思ってるそのなんていうか本当にその騎士の数に限りがなかった時代とかの設定を作りました。なぜ限りができたのかっていうことも自分の中でちょっと設定書きました。今なんで7人の騎士と1体のロボット7人のドラ7個のドラゴンと1体の巨大なドラゴンが戦わなきゃいけなくなったのか、うん、そういうふうな状態になったのかっていうこと自体が実はちゃんと裏設定作りました。早く読ませてください。僕はもう読んでます。読んでるんですね。あ、ずる。それはね、だから渡辺さんは こんだけ真摯なクリエイターだと思ってて、そのぶつけられたこと自体に対しては全部答えようと思ってたんですよ。なので、それ欲しいんであれば必ず作ってやると。でしかも僕は納得できる形で、僕が納得できるし皆さんが納得できる形で作ってやると思ってたので、うん、今回サブストーリー書いてって言ったので、じゃあ例えばこう100年前はこういうことがあったみたいなことを書いたんですけど、はいはい、そこで多分渡辺さんがやりたいことっていうのは実現できてるのかなと思ってますから、ぜひ読んでみて。いや嬉しいですね。ぜひ読ませてもらいます。なのでこのドラゴンゲースト、本当世界観的には本当何百年、大体1000年ぐらいの歴史がある竜との戦争のどこを切り取るかみたいなことも作れるような世界観になっています、はい、今の世界観というのはあくまでもある時代の7対7で、まあ、戦っていって、で勝ち残ったそのロボというかギアスが集まって、うん、で巨大なドラゴンを倒していくっていう、その二段構えの、まあ、戦いを描いている世界観なんですが、うん、それ以前の本当100年前、1000年前にどんな戦いがあったのか、そしてこれから先どんな戦いになっていくのかみたいなことの世界観については、まあ、このドラゴンゲースの最初の、ものがうまくいけば、まあ、どんどん広げていきたいなと思っていますんで、もう渡辺さんのそのなんていうかの造形のクリエイティブがあれば、本当にお客様がいればどんどん広がっていくと思ってますので、はい、ぜひ応援ください、はい、次のストーリーも準備してますいやなんかちょっと重大発表じゃないですか、ね、いやでもそんなところまで行きたいと我々も思ってるので、いや行きましょうよ、はい、本当に皆さんに応援いただければ。そうですね、ようやくここまで来たので、そうですね、はい、ガソリンがないとエンジンが回りませんからねはい、ぜひぜひ応援していただければと思います、はい、今後もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。